ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ことで早速マンション見てこう。あ、待って、マンション見てこうの前に、今回もこの島に新しく住んでくれる人がいるので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ちょ、ハートマークがものすごく気になるけど。はい、QR コードを読み取る。はい、みゆさん、ノリ系第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視。大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。キラキラ型。まあ、やっぱり表で輝いてる人は裏がそういう感じなんよね。はい、それじゃあマンション見てこう。はい、ちょっとまず、ハートマーク。あれ、ゼロさん。ゼロさん、子供？あ。子供だわ。私とハルちゃんの間に子供がいたらと想像したりします。いいと思います。ですよね。ゼロさんとハルちゃんって今まで子供だっけ？わかった？どっちやったかな。はい、それじゃあ道具で、鏡をどうぞ。道具、鏡をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。私、あまり笑わないので笑顔が引きつります。笑おう、もっと笑おう。はるちゃん、かけがえのない人、いいね。ラブラブだね。で、今日もね、なんかめっちゃ友達マークが多いんだけど大丈夫なんだろうか。とりあえず今回新しく来たみゆさん。部屋めっちゃ女の子。超女の子。みゆです。一緒にいると楽しい女だそうです。そういう風に言われるとね、いいよね。自分が一番綺麗に見える角度も知っています。でも女の子って大体なんかね、自撮りとかする人多いけん、そういうの、無意識に分かっとったりするっていいよね。はい、騎士どうぞ。世間自撮りとたどりで、なんか全然違う人とかおるやん。すごく美味しかったようです。よかったよかった。はい、そして、ちょっと友達マーク見ていく？てか、アミラのところにね、友達マークがついてたよね。ふっ、喧嘩。誰と喧嘩をしたんだか。りんちゃんも喧嘩。あ、くまちゃんは喧嘩じゃないっぽいね。じゃ、くまちゃんのとこ行ってみよっか。どうも。急激に止まったね。あゆなのそっくりさん、1週間ぶりですね。お久しぶりです。もう、クイーンと別れたいんです。なんで？ちょっとやめて。いや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 、考え直そう。もう一度話し合ってきます。しっかり、ちゃんと話し合って。え、どうなるの？話し合ってる？話し合ってるの、それ。もう一度、やり直しましょう。こちらこそ、お願いします。ああ、よかったよかった別れるかと思ったしかもあれやね、ここの二人結婚しとるしね。うまくいきました。もう一度、やり直してみようと思います。ちゃんとね。お礼にこれもあげます。よかった、話し合いとったんやね。実用品、ミシンをもらいました。ありがとう。趣味が仕事になればいいですね。趣味は仕事にするべきではないと思うよ。趣味は趣味であるべき。かけがえのない人やん。別れるなよ。別れるなよ、かけがえのない人なのに。あれ、なんか、なんで入れ替わったの、場所。はい、それじゃあ、アイランとこ行こうか。リンちゃんと喧嘩したってこと？珍しく怒ってます。珍しいとか？ミカと喧嘩しました。え、ミカちゃん、マジで？じゃあ、レンちゃんはまた別の人ってことやね。仲直りして。じゃあ、このイライラも沈めてください。それじゃあ、ちょっとまたしてもね、韓国冷麺の出番やろ。韓国冷麺。
いらっしゃいませ。これで踊ろう。お買い上げありがとうございます。これで踊ろう。ありがとうございました。はいはい。どうぞ。いただきます。どうすか。まあどうすかってね、分かっとるけど。分かっとるけども。これでアイナはご機嫌、ご機嫌でミカちゃんの元に向かうわけだよ。大好物だったようです。自分直しました。仲直りしてこようと思います。ほいほい。さあ、ちゃんと許してもらえるのか。この間はごめんなさい。ミカちゃーん、許してあげて。許しません。え、マジか、マジか。つら、原因は何ですか。ダメでした。原因は何でしょうか。人生そううまくいかないものですね。何で揉めたの。仲直りできませんでした。うんうんうん。ストレス解消にいいね。え、そういう。そうだね。意気投合しとるやん。ミカの嘘つき。嘘つきっていう方が嘘つきなんだ。最初の出だしからしてただのストレス解消なんだね。すぐに仲直りしなよ。仲直りしなよ。仲いいよ。喧嘩するほど仲がいい。はい、そしてリンちゃん。リンちゃん誰と喧嘩したのじゃ。また別の人。今ちょっと不機嫌です。ほらほら、相手は。ゆうと喧嘩しました。おお、ゆうさん、マジで。ってことは家の方におるってことかな。仲直りして。じゃあこのイライラも沈めてください。うんうんうん。それじゃあ三色団子でも。いただきます。どうぞ。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。自分直しつきました。仲直りしてこようと思います。さあ、ちゃんと仲直りできるんかな、こっちは。こっちは。この間はごめんなさい。どうすか。こちらこそごめんなさい。ああ、よかったよかった。すぐに。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。自分のいるべき場所はここではないなんて思ってませんよね。いや、別に私は何も思ってないけど。どうした。じゃあご飯作ってもらいたいな。はい、フライパンどうぞ。美味しく作ってみせましょう。お願いします。出た取れた食材しか使ってないからね。お、取れたて新鮮。てか自分で取ってきたんや。ちょっと辛めが美味しいよね。いや、私辛いものはちょっとあんまりに、得意ではない。どんな出来たても召し上がれ。和風キムチ。なるほど。え、今朝取れた、今朝採れた白菜をつけたってこと？つける時間短くない？そんなもん。そんなもんなの？はい、それじゃあ服。パシュクール T シャツ。はい、どうぞ。まあね、数時間だけでも、でも1日くらいはかかるんじゃないかな。いつもありがとうございます。お漬物とかね、簡単にできるやつあるけど。浅漬けの元的な。だから金貨をもらいました。ありがとう。キムチの元もそんな感じなんかな。わからねえ。はい、それじゃあちょっと、なんだ、誰だ。ちょっと来てもらえますか。ほいほい、どうした。実
実は子供ができたのね。なるほど、なるほど。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいよ。男の子でした。ふんふん、健康にかな。イメージ通りでしたか？イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？自然に任せましょう。二人で名前を考えたのですが、ふんふん、私のリンと夫のケンタロウから取ってリロウにしようと思います。リロウくんいるじゃん。もうちょっと考えて。では、エイチはどうでしょう？誰？いいけど誰？大切に育てます。エイチくん？なるほどね。温かく見守ってやってください。てか、このね、速攻で次の名前が出てくるっていう、まあ何個か候補は考えとんかもしれんけど、ちょっとすみません、最初の名前に思い入れはないものなの。どうしても、エイチが泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか？よし、頑張っていこうじゃないか。ありがとうございます。エイチ、アユナのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。どれぐらいの、これがいい感じっぽい。はい、ごきげん。さあ、早くミルクの時間になれよ。早くミルクの時間、キャー。おっと、私の、そろそろミルクの時間ですね。これは大丈夫なの？エイチの機嫌が随分良くなりました。まあ泣いてないけどね。ありがとうございました。いえいえ、お礼にこれもあげます。実用品一応役をもらいました、ありがとう。子守のお礼が一応役ってちょっと意味がわからんけどね。あ、ハートマークあった。誰？子供。イッタくんとレイさん。え、ここは子供初めて？え、違うかな。今までおった？あんま記憶にないんやけど、でも結構ね、結婚してから長い気がする。僕とレイヤールの間に子供がいたらと想像したりします。いいと思います。ですよね。楽しみにしとこう。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品毛染めスプレーをもらいました、ありがとう。初雪と一緒にまったりする時間が好きです。初雪さんと仲いいの？まあ楽しい。微妙やね。なんか、うん、微妙やね。え、てか一軒家めっちゃ減ってるな。こんなに減った？え、だって 1,2,3,4,5,6 6軒もないよ。6軒もないよ、つらい。はい、みんなに募金を募ります。全然入れてって。あ、今回は女の子率がすごい高いね。あ、一番後ろから、でも台湾さん来た。今日は 26,450 円集まりました、ありがとう。はい、そしてひるいち。12人とえだよ。おー、いいやいいや。動画特売日だから信じられないくらい安いよ。いいや、めっちゃ買います。毎度あり。6万円です。信じられないぐらい安いのか、信じられないぐらい高いんだが。はい、それじゃあミニニュース見てこう。こんにちは、正午のミニニュースをお伝えします。お願いします。本日、自称ロボット博士のまだまだ服はね、ソロランロボをニューがあるんやね。しました。全部集めたいわ。その名の通り、ソロランさんを忠実に再現したロボットです。ソロランロボは首、手、足が自由自在に動きますが、二足歩行はできないそうです。自由自在に動くのに歩けないっていうのはどういうこと？四足歩行ってこと？改良を重ねて、自分だけのソロランロボを完成させたいと語っていました。のかちゃんすげえな。マジの耳に聞きました。いやー、それを聞いてホッとしました。どれを、え、どこにホッとした？した、ね、はい、改良されるっていう部分かな。のしはるがお伝えしました、ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねってことで、今度またね、いったくんとレイさんのところに子供ができて、クイーンたちは一応かけがえのない存在になっとったけん、しばらくは何事もなく平和に行くやろう。